アイテム番号。SCP-1999JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。現在確保されているすべての SCP-1999JP。A 群は財団所有の無人島に建設した多重構造型特殊人型オブジェクト収容サイトに1体ずつ収容し、封じ込めます。スクラントン現実怒りを用い対時要請の抑制は、SCP-1999JP-A の性質上有効ではなく、現在は承認されていません。SCP-1999JP-A によって生成された SCP-1999JP-B は、ある程度拡大した時点で機動部隊を、7、逆本破り、によって破壊します。その際、SCP-1999JP-B 領域内への侵入は一切禁止されているため通常はミサイルなどの遠隔攻撃を行使します。SCP-1999JP-B 群農地において台風などの大きな外的被害をもたらすものが発生した際には日本理事の承認を得た後、プロトコル、クロコによって収容措置を行ってください。説明。SCP-1999JP-A は 0.2HM 根を持つ人型実体群です。現在発見されたすべての個体に共通した特徴として、左官を持ち黒ゴミを身につけていること及びその頭部に脚本と記された紙束を貼り付けられていることが挙げられます。また、捕獲した個体を解剖を行った結果編み込まれた木と泥で構成されていることが判明しました。SCP-1999JP-A は左官で自身を構成する泥をすくい、塗るような動作を行うことでその接触面のみという極めて局地的な範囲に現実改変をもたらします。この改変によって、部隊や生物、各種道具などといったもの、以下 SCP-1999JP-B と呼称を生成します。生成された実体には現存する文化財なども多く見られますが、それらとは異なり経年劣化の痕跡が見られず、また欠損部分が復元されているなどの点から考慮するに、実在していたものを当時の状態で生成しているものと考えられています。SCP-1999JP-A の出現要因については判明していませんが、脚本の多様性や出現地区及び設定の特定性などから何者かによる指定を受け、SCP-1999JP-B の生成を行っているのではないかという推測が立てられています。SCP-1999JP-B 内はオブジェクトの影響範囲となっており、生物非生物を問わず SCP-1999JP-A の顔面に貼り付けられた、脚本、に沿ったものとなります。この強制力は外部から侵入した場合でも逃れることはできず、組み込まれることが判明しています。投資番号、題目、模倣元、及び部隊、内部状況、尾行。1、源氏供養、室町時代、農学、一般的な農。農は平常のまま終わり、SCP-1999JP-B は消失した。冠水による消失事象などがこの際判明した。7、平城京、奈良時代、猿学、神殿作りの屋敷の一部及び庭。SCP-1999JP-B 内部の奈良時代当時の貴族の娯楽の光景であると思われるが、影響下にあったものが元来 SCP-1999JP-B 出現地点付近に生息していた日本猿の群れであったため詳細は不明。日本猿は、貴族、と、演者、に分かれているものと思われる。人間以外にも SCP-1999JP-B の影響力が及ぶことが判明した。また影響下にある日本猿は動作を強制されてはいるものの意識は消滅していないものと思われる。15、曽根崎心中、江戸時代、浄瑠璃、天満屋、太夫の語りにより展開が進み、人形の代わりに舞台内の人間がそれをなぞらえる。妨害を試みたものの間に合わず、お初役の女性は死亡した。特別役の男性は未だ生存しており、彼の切腹による冠水は現在も妨害され続けている。おおよその内容は元と一致しているが、心中の理由が、詐欺師呼ばわりに恥じて、というトンチンカンなものに改変されていたり、語りがずさんだったりと、上辺だけを救えている側面がある。26、愛の黒子、大正時代、少女歌劇、学者。歌劇によって主人公が異性を取っかえ引っかえする、いわゆる学者内での色恋ものが展開される。女性エージェントの潜入による物理的介入を試みたが、舞台に踏み込んだ時点で精神作用を受け、脚本に組み込まれた。その時点で突如物語が転調し、少女たちが主人公の元へ集まり罵倒し始める。
その後、エージェントは脚本に従い、編集済み、死を滅多刺しにして殺害した。完遂死消失。外部から侵入した対象も影響下に置けることが判明、また外部からの干渉次第で、アドリブ、が発生する可能性が示唆された。43。編集済み、町へようこそ。昭和時代、新喜劇。編集済み、町。一般的な新喜劇らしい町全体を扱ったコントがなされるが、ツッコミ、と少子10秒を患った肉親にさえ危機として大型のタライを頭部に落として殺害する。誰もそれを気に留めず笑って小づくという異質な状況が広がっている。町の新たな拡充を防ぐため破壊と SCP-1999-JP-A の隔離が実施された。今までの傾向を見るに、要求された脚本の舞台が巨大なものであればあるほどそれ相応に舞台は拡張している。つまり、より巨大な世界観を扱う劇が登場した場合範囲はより広大なものになると推測される。これは留意されるべき事項である。49、編集済み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 。事件記録 1999JP。1989年08月2日。SCP-1999-JP-A を複数個体、同サイト内に収容し改変の塗りつぶし合いを行わせる収容を試みる。結果、最初の数個体のうちは順調に進行。しかし当初の思惑通りの改変したものを他の個体が改変するというループではなく、改変事象が一切生じないという挙動を示していた。それから、体を誤した時点で突如、SCP-1999-JP-A を飲み込む黒点が発生し、それらに対しての計器の一切が正常に動作しなくなった。重力波なども観測されず、時空間維持用であるかすらいまだ判明していない。内部に侵入したものが戻ってくることもないため、現状この黒点は放置されざるを得ないこととなっている。複数の現実改変者が同時に同じ空間へ改変を起こした結果としてインシデントは発生しました。その事実を踏まえて下記のような推察が立てられています。まず前提として、ヒュームは4次元以上の高次元に干渉するエネルギーであるという仮説が存在しています。そしてこれを下敷きにして今回の事例を解釈すると、現実改変は高次元への、比喩としては、引き伸ばして成形する、ようなものであると推察されます。SCP-1999-JP-A 群の現実改変が重複した時の互いの食いつぶし合いは、2方向以上に同時ゴムを伸ばした時の弾性のように、ねじれがお互いの作用力を相殺している結果なのだと考えられます。そしてその後発生した特異点事象、これはねじれが相殺する以上に大きかった結果破綻してしまったもの、先ほどのゴムの比喩を有用するのなら、ゴムをお互いが強く引きすぎたがためにちぎれてしまったようなもの。重複させた時空があまりにも乖離していたことが原因であると考えられます。これらの過程が事実だとすれば、SCP-1999-JP-A は不用意に一つの箇所に集めるべきではないでしょう。職員コード。サイト81、ディレクター、パスワード。ログアウト。コードを確認しています。コードを確認しています。コードを確認しています。特例区各監視担当職員であることを確認。認証されました。SCP-1999-JP-B-49 特記事項。現在 SCP-1999-JP-B-49 はタウミエル影響区画に指定されています。1999年7月、日、時、分、秒、日本上空において広範囲の時空間維持用、および日本全土において強力なミーム汚染。国土崩壊が発生しました。これにより日本国内にいた生物の精神維持用による全国的な暴動や殺人、国土の約 52% の消失の発生が財団本部のデータベースにも記録されています。しかし、維持用発生から約10分後の時点で総数不明の SCP-1999-JP-A が出現、日本全土が SCP-1999-JP-B へ帰還されました。
この日本は、ミーム汚染、及び崩壊が発生しなかった日本、を模倣していると思われていますが、SCP-1999-JP-B-49 に通常通りの時間経過が見られること。他の SCP-1999-JP-B を内部に含んでいても特異な現象が起きていないことなどから他の SCP-1999-JP-B との差異が多く見られます。日本修復後、5体を残して SCP-1999-JP-A は消失しましたが SCP-1999-JP-B-49 に影響は現れていません。この5体については財団本部の管理下にある日本近海の人工島群に1体ずつ収容されています。その際 SCP-1999-JP-A から回収された台本の内容は以下の通りです。題名、起源、詳細、総ページ数2ページ。2ページ目には、1999年7ヶ月、空から恐怖の大王が来たるだろう、アンゴルモアの大王は蘇らせ、マルスの前後に首尾よく支配するために、されど果てた世界は終わらない。週末は眉唾語りとなり果てる、と印刷されている。SCP-1999-JP-B-49 に大きな影響をもたらす事象が発生した際、その事象を表すような、終末論が SCP-1999-JP-B-49 内にて流行し、同時にその事象の影響力を減少もしくは消失させることが判明しています。このことから世界終焉シナリオに対する対抗手段として、タウミエル影響区画として指定されました。SCP-1999-JP-B-49 にてこれまで流行が確認された、終末論、は20個です。突起時交通域、SCP-1999-JP-B-49 内部において、タウミエル影響区画に指定される以前と比べはるかに多くの異次用存在、異次用団体が確認されています。また、本来、日本は東アジア支部による統括、管理が行われていましたが修正以降、日本支部、という存在の管理下に置かれていました。本部に存在するデータ内には、日本支部に関する一切のデータは存在しませんでしたが、東アジア支部のデータ内には、日本支部による日本での活動記録が事細かに記録されていました。現在日本支部に対する対応に関しては、日本国内の異次用存在、異次用団体の多さから他支部同様の権限を与えられています。しかし日本支部に対し、この情報を含む多くの最重要機密については秘匿され、その活動は常に本部の監視下に置かれています。